皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、2022年大注目のブライトニング化粧水を2本ご紹介します。このね、2本ともね、めちゃめちゃすごい研究の結果から出ている化粧水で、こちらですね、エスティローダーのマイクロエッセンスローションとディオールのカプチュールトータルインテンシブエッセンスローションなんですが、どちらもディオールとエスティだから外資じゃないですか。どんな技術が入ってるかっていうと、日本の発酵技術がベースになってていて、発酵技術をちゃんとデータを取っているっていう、本当に素晴らしい化粧品。この2つをしっかりと深掘りしたいので、透明感が出したい人は必見です。では早速エスティローダーの方から深掘りしていきたいんですけれども、エスティローダーマイクロエッセンスローション、こちらはですね、今年の3月4日にリニューアルして、これ何代目だったかな、その辺はふわっとしてますけど、これは2014年から発売になって、何回かリニューアルをして、今回2022年にまた新しくリニューアルをしたというものになります。もともとマイクロエッセンスローションっていうのは、発酵技術で生まれたものを入れているっていうのは、もともとベースにあったんですね。エスティローダーさんって世界各国にあるんですけれども、欧米の方に比べてアジア人の女性は肌のバリア機能が弱いと。これってなんでだろうっていうのを調べてみたら、フィラグリンという肌のバリア機能を司る成分の一つなんですが、それの酸性が他のね、人種に比べて少ない。だからアジア人っていうのはすごくね、肌荒れが起こしやすい、乾燥しやすい、バリア機能が低下しやすいということを見つけて、このフィラグリンをどういう風に増やしていけばいいのかっていうことから多分研究が始まったんだと思うんですね。フィラグリンっていうのは角質に水分を入れ込んで、あとは天然保湿因子という NMF の増やしていくというバリア機能を司るものになってきます。それをどういう風に増やしていこうかって考えた時に、急にね、言うのもあれです、お醤油とか日本酒とかもお米を発酵させたりとか大豆を発酵させたりすると、発酵する時って菌がいて、菌の餌になるお米だったり大豆だったりがあって、それから生み出されるものっていうので、お酒ができたりとかお醤油ができたりするじゃないですか。まずは菌がいる、これをプロバイオティクスって言いますよね。菌の餌になるのがプレバイオティクス。このプロバイオティクス、プレバイオティクスから生み出される、これが細菌が餌を食べて生み出す第3の栄養素をポストバイオティクスという風に呼んでるんですね。このポストバイオティクスっていうもの自体に、いろんなアミノ酸だったりとか、いろんな有効成分が入っていることで、皮膚のバリア機能がアップしてくるっていうことは最近研究が進んでいて、どういった菌でどういったものを発酵させて、どういったポストバイオティクスができるかっていうのを、それぞれのメーカーさんが本当に考えてやってるんですね。ここでエスティローダーさんが見つけてきたポストバイオティクスっていうのが、独自開発のポストバイオティクス12プラスというものになります。成分名で言うと、水の次に書いてあるビフィズス菌培養溶解質というものになるので、それだけだと他にも入っているように思えるかもしれないんですが、さっき言ったみたいに、どんな菌にどんな栄養を与えて、それがどういったものを生み出すかっていうのは、同じこのビフィズス菌溶解エキスでも全く違うんですね。これはエスティローダーさん独自のエキスになります。これがですね、第17回中国皮膚科医会全国皮膚科学会総会っていうところで発表があって、このエスティローダーさんのポストバイオティクス21っていうものが、表皮の厚みを増やすっていうことが分かったんです。角質だけがね、厚くなっちゃうと透明感失われちゃうじゃないですか。実は細胞っていうのは、表皮の一番下の基底層というところから細胞が生まれて、どんどんと成長して、最終的には角層になるんですが、その間でですね、角層の細胞間質を作るために成長していくんですね。角層って死んだ細胞なんですけど、この成長していく段階の生きてる細胞のところが厚みが出るっていうのは、水分量を増やす、生きてる細胞が成長する時に細胞間脂質だったりとか水分を維持するようなものを作りながら成長していくので、そこが厚いとより水分を作るよっていうことがわかるんですね。そこのエリアがすごく厚くなって、ちゃんと細胞間脂質を作って活化していくので、まずは水分量を増やすということ。さっきお話ししたバリア機能の要で、アジア人が少ないと言われているフィラグリンの酸性も増やすっていうことがちゃんとデータで示されてるんですね。なので、きちんとデータを取っているエスティローダーさん独自のポストプレバイオティクス12というものが入っていて、肌の水分量を上げながら、あと表皮の細胞っていうのは紫外線が当たるダメージが加わるじゃないですか。その時何が起こるかっていうと、細胞がエネルギーを作り出す機能が低下しちゃうんですね。実
はこのエスティローダーさん独自のポストブレバイオティクス12というものは、表皮の細胞が紫外線ダメージを当たった時にエネルギーの酸性のダメージが少なくなる、 ATP というんですけど、エネルギーこの酸性があまり落ちないというデータも全国皮膚科学会総会でも発表がされてるんですよ。なので肌ダメージを回復しながら肌の水分量を入れる、それによって肌を強固にしながら水分量をアップして透明感を出していくっていうことになるんですね。あとはリコリスエキスっていう抗炎症が強いものも入っているので、肌の炎症を抑えることで木くすみだったりとか赤みだったりとか、そういったものをなくして色ムラをなくす、だけれども肌も強くしていくよっていうエスティローダーさん独自の発酵技術の賜物だなと思うので、透明感が欲しいけど肌荒れも防止したいという方はいいものなんじゃないかなと思います。続いてはこちら、ディオールのカプチュールトータルインテンシブエッセンスローション。これは今年の1月1日に発売になったものなんですが、これもねまたディオールさんの研究がすごいんですよ。ディオールさんってディオールガーデンと呼ばれる、きちっと生態保護するような、まあ、農園をね管理して、そこで生息している植物をすごく研究して、そこの研究したものからどういった肌に有効成分があるかっていうのをいろいろ調べるんですね。なのでバラだったりとかいろんなお花だったりとかをやるんですが、こちらに入っているのはインド洋に浮かぶマダガスカル島、このマダガスカル島に生息しているロサンゴという植物です。ディオールはこのマダガスカルにしっかりとねディオールガーデンを作って、ロサンゴをしっかりと保護しながら研究を進めている、まあ、それだけでもすごいなと思うんですけれども、ディオールの研究のベースになっているのは、肌にストレス、紫外線だったり乾燥だったり大気汚染、そういったものが加わることによって5つのタンパク質がちょっとおかしくなるっていうのを見つけました。その5つのタンパク質っていうのがカリクレイン、これは細胞の活化を促進するんですけど、活化した細胞が赤となって剥がれ落ちてくれるのをきちんと調節してるんですね。これがおかしくなると角層が厚くなって透明感が失われるというもの。もう一つがエラフィンというタンパク質で、細胞の一番外にバリア機能を強固にしてくれるというタンパク質。もう一つがオクルディンという細胞と細胞をくっつかせる、細胞接着を強固にしてくれるタンパク質。そして四つ目がフィラグリンですね。さっきエスティローダーも注目したフィラグリン、これは水分を閉じ込める、水分を維持するようなタンパク質。5つ目がデスモグレインって言って、これも肌の細胞同士をくっつけたりとか肌を滑らかにするような、肌のバリア機能を強固にするようなタンパク質なんですね。肌に炎症が起こったりとか肌にストレスが起こった時にこの5つのタンパク質がおかしくなってしまう。なのでこの5つのタンパク質をしっかりと機能を上げていくようなものを見つけようと言って研究してたどり着いたのが、インドのマダガスカル島にあるロサンゴという植物になります。このロサンゴの成分をですね、10日間10種類の微生物で発酵するんですよ。さっき言いましたよね、発酵の技術っていうのはどんなものでどんな菌を入れて発酵させるかがポイントだ。なのでディオールはですね、このロサンゴをしっかりと10種類の菌で発酵された発酵液、ディオール独自の発酵液になります。成分名ではこれは何て書いてあるかっていうと、乳酸環菌培養溶解液酵母発酵エキスとしか書かれないんですが、他にもねいろんなものを培養したらこういう風に書くざるを得ないんですが、ディオール独自のロサンゴの発酵エキスなので、他の発酵エキスと働きが全然違うんですね。このロサンゴの発酵エキスがさっき言った5つのタンパク質をしっかりとサポートしてくれます。例えばカリクレインが活性化したら剥離がきちんと起こるので透明感が生まれたりとか、エラフィンとかディスモグレインがしっかりと活性化されると肌のバリア機能が強固になります。なので肌荒れをしにくいと。オクルディンもですね、肌の接着物質を強固にするということなので、これもバリア機能を強固にするということですね。もう一つフィラグリンっていうのはエスティローダーも注目しているように肌の水分量を上げてくれるということになります。バリア機能を強化させて、そして肌の炎症を抑えながら水分量を上げていくという方向性では同じなんですけども、このアプローチのする発酵エキスが全く違うんですね。どの発酵エキスがどういう人に合うかっていうのはわからないんですけれども、でも確実に言えることは、こういった発酵エキスっていうのが肌にとっては透明感をアップさせたりとかバリア機能を強固にさせるっていうことは分かってきてるんじゃないかなと思うんですね。なのでエスティローダーさんもディオールさんも独自のものを発酵させて、そこからできる抽出液っていうものが肌のバリア機能を上げて肌に透明感をもたらすっていう方向性は同じなんですけれども、到達地点は違う。そしてそれぞれ素晴らしい化粧水
水に落とし込んでるっていうのはさすがデパコス、さすがラグジュアリーブランドだなと思います。なので皆さん肌に透明感を持ちたい、そして肌のくすみ感もなくしてでもバリア機能もアップして水分量もアップさせたいっていう方、そして今化粧水を新しく探してるっていう方は自分がねどの発酵エキスが合うかっていうのは使ってみるっていうことになるんですけれども、ぜひぜひそういった観点から化粧水を選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。こちらにはね日本の発酵というものが深く関わってるっていうことは日本人としては嬉しいんじゃないかなと思います。いかがでしたか。本当にデパコスってすごいなってまた改めて思いましたね。日本のね発酵技術はそこに使われていてしっかりね研究されてるっていうのは本当に喜ばしいことだし、どちらも使ったんですけれども、どちらもしっかりと透明感が出てくるっていうのは分かりやすい、しっかり、ね、水分がいくっていうのと肌が元気になる感じはあるので、どちらが合うか皆さんも試してみてください。このようにこのチャンネルではプチプラからドラコス、いろんなものをね深掘りしたりとか、あとは美容に関係すること、そして健康にまつわることなどいろいろ配信していますので、よかったらチャンネル登録お願いします。あとはこういった化粧品を深掘りしてほしいよとか、こういう健康情報って本当なのみたいな疑問などありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。